皆さんこんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は11月最後の週末です。今朝の温度は2度ぐらいでしょうか。もうすっかり寒くなりました。今の天気はちょっとどんよりと曇っている感じでしょうか。予報によると来週はずっと雨みたいなので、これから散歩に出かけたいと思います。その前にコーヒーを作って飲みたいと思います。はい、コーヒーができました。ここへココナッツミルクを入れたいと思います。まずよく振ってこれをコーヒーに入れます。これだけだとちょっと薄いので、ここに豆乳のコーヒークリーマー、これを入れていきます。はい、これでちょうどいいですね。ではコーヒーを飲んで散歩に出かけたいと思います。太陽が出てきて思ったよりいい天気になりました。近くでね、サッカーの試合をやってるみたいで、元気な声が聞こえてきてとってもいいですね。雪のように舞っている落ち葉がとても綺麗ですね。私が住んでいるバンクーバー島は11月になるとこう雨季に入るので、毎日雨が多くなるんですね。でも今年は割と晴れている日があるので、こうして落ち葉を踏みしめて散歩を楽しむことができて本当ラッキーだと思います。この辺はあまり日が当たらないので、こうやって朝の霜がまだ残っています。サクサクと落ち葉を踏みしめながら歩くのは楽しいですね。この小道をもうちょっと先まで行ってみましょうか。大きなカエデの葉っぱがいかにもカナダっていう感じじゃないですか。
この辺は新興住宅街ですね。この赤い葉っぱがとっても綺麗だと思います。近くの日本庭園にも足を伸ばしてみました。たくさんの鯉たちが優雅に泳いでいてとてもいいですね。ここは私がとても気に入ってる場所で、たまにこうやってふらりと来て心を休めることにしています。これから長い冬が始まります。こうやって太陽が出る日もだんだん少なくなるので、今日はゆっくり散歩をしてエネルギーをチャージできた感じです。本当楽しかったです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。皆さんもどうぞお元気でお過ごしください。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。